こんにちは、お肉です。今回は、NiziU の傾向2022プレミアの感想をちょっとお話ししようと思います。昨日ね、ライブ配信もさせていただいたんですけど、もうマジで泣きました。ただですね、これ見れてない方もきっといらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、まあ、どこら辺で泣いたか、どこが良かったかっていうのをね、ちょっと皆さんにお伝えしていきたいし、見た皆さんともね、めっちゃ共有していきたいんで、ちょっとコメントね、こうだったよとか、こうだったんですねとか、まぁいろいろね、していただければなと思います。ということで、まず、イントロ。 ありましたね。もう始まったって感じだったんですけど、まあどうやらね、これ噂ですよ。なんか私が昨日ライブしてた時に聞いたんですけど、まあこの噂的にはなんかイントロのはなんかもうすぐね7月20日にえっとリリースするクラップクラップの一部なのではないかっていう噂がありました。まあこれね合ってるか分かりませんが、まあそういうのも小出ししてるとしたらめっちゃ嬉しいですよね。はい。からの1曲目が遊ぼの英語バージョンだったんですけど、もうね、もうここから 泣けることがあったんですけどちょっとみんながあのファンの方とかが結構韓国のもちろんファンだったんでなんかいろいろアルバムを用意したりとかペンライト用意したりとかをしててくれてたんですけど直前でリオちゃんがちょっと出れなくなっちゃったじゃないですか。で 直前までね、すごく頑張ってくれてて、いろいろ写真とかには残ってるんですけど、でもギリギリで体調不良になっちゃったみたいな感じだったので、やっぱりそのリオちゃんもギリギリまで頑張ってくれたと思うし、本当にプロ意識高い子だからこそ、絶対これも悔やんでると思うんですけど、でも、しょうがないとかは言えないと思ってて、リオちゃんがどれだけ準備したかっていうのは、私にはわからないことだし、でも一生懸命やってたことは知ってるし、それをかける思いとかもわかりきることができないからこそ、簡単な言葉はかけれないんですけど、ただ 私たちはもう来年も絶対ファンだし、来年また20がこの傾向に出るとしたら絶対に応援しに行きたいなってさらに思えたステージだったし、この練習したリオちゃんも一緒に頑張った期間っていうのはもちろんそれもステージに現れてたので、もうまたね、リオちゃんに会えるのを楽しみにしたいなと思います。はい。でね、ファンの方があの水色のペンライトを振ってくれてて、韓国のファンの方の熱量がすごくって、 本当にすごかったの。なんかもう声が枯れそうなくらい叫んでくれてて。やっぱりその二 i のファンって韓国に多いわけではもちろんないですし、やっぱ韓国でデビューしているわけではなかったので、そのファンの方もすごい難しいところはあったと思うんですけど、でもそれでもそんな中で韓国の方がグッズを持って現場に応援しに来てくれてって考えただけでもうめっちゃ嬉しいじゃないですか。もうそんなん見ただけで泣けてくるし、本当に韓国の方の熱量がめっちゃ高くって、本当 本当に素晴らしかったんでもうありがとうございましたの一言です本当に韓国の n i に関しては。一人で何人分もの力を出してたぐらいすごく声も出しもしてくれてたのでうーんもうそこもまず感動したし n i がこのステージに立ってるっていうのも感動したしめっちゃ緊張してたと思うんですけど。 うんあそこもね、本当に良かったなと思います。絶対20安心したこところがあったかなと思います。そして次に、なんかゲームをやりましたね。で、このゲームっていうのは、まあ、例えばハートだったら、ハートって言って、みんなが揃ったらいいみたいな。例えばこれだったらこれで、これだったらこれで、みんなで一斉にやって揃うかどうかみたいなゲームをした後に、次に迷宮ハッピー。迷宮ハッピーかと思って。迷 <laughs> 宮ハッピーはしかも韓国語バージョンだったんで、やっぱり韓国の方に向けて一生懸命やってるのが伝わったし、 いや、めっちゃ良かったね。はい。そして最後に、テイクアーピクチャーだったんですけど、テイクアーピクチャーも良かった、本当に。なんかね、最後の、あの、ミーシちゃんの焼き付けるようなところが、もう手持ちカメラみたいなので、実際にミーシちゃんが撮ってる映像を流してくれたんですよ。そこがすごい良かったよね。本当にすごいなんか考えてくださってるなと思ったし、なんかゲームで、正解した数の人数だけ、エンディング要請って言って、最後に、 あの、韓国の番組でよくある、一人ずつ抜かれるところができるみたいなのがあったんですけど、20はね、5人で、ミーシちゃん、リクちゃん、ニナちゃん、アヤカちゃん、マ、ま、ゆカちゃんが、その5人がエンディング要請やったんですけど、みんなめっちゃ可愛かったし、しかもアヤカちゃんが韓国の方に見つかってたみたいなんですよね。なんかニュースでアヤカちゃんが、青春の初恋だったっけな。 と言われてるみたいで、同じね、先輩のミスへのスジちゃん似てるって言われてるスジさんが、あの、国民の初恋って言われてたんで、って思ったらさ、まあ、国民じゃないからさ、あやかちゃんは、清純な初恋。完璧じゃないもう見つかってた。しかも私のライブにも、あやかちゃんすごく綺麗でしたっていう韓国人の方がいらしたりとかして、めっちゃ嬉しかったな。もうそういうの聞けるだけで本当にありがたいなと思いました。そしてね、まあ、3曲やってくれたし、昨日は2曲とカバーみたいなエミックス感じだったんで、まあ、2曲でもう1つカバー カバーやるのかなみたいな感じだったんですけど、でも今日は23曲歌ったから、もうカバーないのかなと思ったら、カバーありました。しかも、ト w ワイス先輩のダンスザナイターウェイということで、皆さんね、練習室では見たことあると思うんですけど、ちゃんと20の声で、20が歌ってるみたいな感じで、最高だったよね。最初のね、あの衣装もこんな感じで、結構皆さん見たと思うんですけど、写真で。次のダンスザナイトアウェイの衣装は、本当にそのト w ワイスの時の衣装みたいな感じで、なんかもうすごい可愛らしい衣装だったの。で、まこちゃんはその、 中でも結構日焼けしてる感じがして。 もしかして夏ソング撮ったかみたいな。クラップクラップ。海とか行ったかみたいな感じで思ってたんですけど。まあね、あやかちゃんのパートが個人的にはキュンキュン来た。ももちゃんのところ。めっちゃ可愛かったし、まあみんなもちろん可愛かったんですけど、今日がやっぱ直前だったから、りオちゃんのいないところを開けて踊るみたいな感じだったんですよ。なんですけど、りおちゃんがダンス・ーナイターウェイのセンターだったんだよね。あーと思って、ここにりおちゃんと思ったけど、まあでもまた見れると信じてるんでね。本当にこのダンス・ーナイターウェイ神コンテンツ 多分見られた方みんなまた号泣したと思うんですけど <laughs> めっちゃ可愛かったんだよなみんなもうすごかったてかこの曲をやってくれたのにも感動したしやっぱ20には TWICE ってすごく似合うなと思って見てましたまた違うカバーとかも見たいなって正直思っちゃったんではいちょっとよろしくお願いしますそしてまだあるんですよ最後にその全部のアーティストの方が集合してそのファンの方々にちょっとなんかファンサービスをする時間があってステージがなんか花道みたいなものもあるんです その花道とか歩いて全部のファンにありがとうみたいな感じで感謝を伝えに行けるところの最後の時間があるんですね。で、その時に、そのフィナーレの時に20がこうやって並んでて、こっちが花道だったから20こうやって、なんていうのちょっと遠いんですよ。だけどもう率先してすぐファンのところ行ってたの。めっちゃいい子たちだなと思ってすぐファンサービスしに行ったのよ。すごくない なんかもう本当いい子だなと思ったし、20のファンの方が固まってたんですよ。他にもなんか結構やっぱファンの方固まってたんですけど、その20のファンはここにいるみたいなのがあって、そこにちゃんと20が行って、本当にすごくって、特にニナちゃんのファンサービスすごかったよね。なんかもう本当好きみたいな、もうファンの方にありがとうみたいなのあったし、もう全員20はなんかそのファンの方のカメラ撮って自撮りするみたいなのをやってて、 うらやましいみたいな。めっちゃいいじゃんみたいな感じで見てたんですけど、ほんとね、でもあれだけ声出してくれて、あれだけ真剣に応じてくださったんで、まあそれはね、してくださってありがとうございますっていうか、本当に神映像ばっかりだったし、二重のファン思いな面がめっちゃ現れてて、その20の前からなかなか動かないんですよ。もうずっとその20の前に立って、なんかもうありがとうみたいなのやってんの見て、わーみたいな、もう好きってなったし、あと、 これこれ多分ね、皆さんぶち上がったんじゃないかなと思うんですけど、なんとね、まこちゃんいないなーみたいな感じでパッて見たら、まこちゃんとましろちゃんが二人で歩いてんの。えー、みたいな。えー、えー、みたいな。びっくりして、もうその時の皆さんのね、昨日のライブの時の盛り上がりやばかったんですけど、まこしろ、まこ、ましま、しろまこ、まこまこましろみたいな感じで、めっちゃすごかったんですけど、もうその二人がさ、もうすごいんよ、なんかもう、 その二人を映してくれるカメラマンさんの、もう、すごくないみたいな。本当にめっちゃいい場所だったし、あと、ミイシちゃんも、あの、もしろちゃんにご挨拶してるみたいな感じのもありましたので、ほんとね、やっぱ JYP の絆みたいなものも見れたかなと思って、まあ、皆さんぶち上がったんじゃないかなと思います。まあ、これはぶち上がるよね。で、まだ見れてない方も、まあ、アーカイブが、 見れない方も、あの、私が4日前ぐらいに出した動画にちょっと載ってるんで、その傾向のメンバーシップの入り方できますし、アーカイブがない方の傾向のメンバーシップに入っちゃったよって方も、差額を払えばアップデートできるみたいなんで、あ、グリーングレードアップできるみたいなんで、そちらを確認してアーカイブね、見たい方は見てほしいなと思いました。もう、掃除でね、20の初韓国公演は、本当にすごく良かったものになったなと思うし、まあ、K-POP アイドルたちで、しかもすごく人気のアイドルたちばっかりの中で、 やっぱり20ってすっごい緊張してたし、それぞれが本当に素晴らしいステージで、なんか今日一人ずつのところももちろん言いたかったんですけど、20が全体的に良かったんだよね。本当にみんな素晴らしくって、もうそれしかなかった。もうどのステージ見ても全員輝いてたし、本当にみんなビジュアルもいいし、もう大好きってなったし、まゆちゃんがダンサーナイいた上でセンターで現れた時に、来たってなったし、みんな好きなのマジでみんな 好きすぎて、なんかもうほんとね、今終わったばっかりで実は撮ってるんで、語彙力がね、なかなかうまくいってないんですけど、でもやっぱりそれぐらい興奮したし、多分皆さんもね、興奮してたと思うんですけど、20って最高だなって改めて思ったし、私もっと20のこと応援したいなって思ったし、もし20がね、また来年韓国の向に出るってなったら、絶対にこの場にいたいなって思っちゃったな。うん、思いました。なので、まあ、当たんなくても現場には行きたいし、それぐらいなんか20への なんか気持ちっていうものがかなりもう強くなったというか今までももちろん100以上あったつもりだったのにさらに上があることを知ったなっていう今回の感想ですなので多分皆さん見られた方もそうだと思うしまだの方はねあの半年後ぐらいにステージも上がると思うんですけどビジュアルとかは見られたと思うので多分同じこと思ってると思うんですけど20って本当に頑張り屋さんだしすごい一生懸命だと思うんですけどだけど20がいないとダメなんだなってちょっとおこがましいけど今日すごく思ってなんか あと、りくちゃんとまゆかちゃんがなんか泣いちゃったみたいなところも聞いたんですよ。なので、ほんとね、w i がいるってどれだけその、今回も強かったんだろうっていう心の安心感とかも感じたので、ほんとに w i でい続けたい。もうそれだけが私たちにできることだなって、ほんとに思いました。ちょっと熱く語りすぎちゃったんですけど、また w i の新曲も出ますし、w i のことをさらにこれからも応援していくし、たくさん動画にしていきますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さんの今回の稽古の感想をたくさんコメントに書いてみてください。 本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは